皆さんこんにちは、お久しぶりです。今回なんですけど、いつもの動画とは違った感じの動画を撮ろうかなと思います。最近あまり休みがいただけなかったんですが、まとまった休みをいただいたので、ちょっとお出かけしていこうかなと思います。今回向かってるのは埼玉県にある小手差しっていうところですね。なんで小手差しかっていうと、この武蔵利休っていう抹茶専門店がずっと気になってたので、ちょっと行こうかなと思います。で、店内は比較的空いてて、平日だから空いてるのもあったんですが、良かったです。で、このお茶がめちゃめちゃ熱かったのを覚えてます。で、店内はこんな感じ で、僕は抹茶パフェを頼みました。これいろいろ乗ってて美味しそうですよね。で、この僕がパフェにがっついてる動画をずっと見せるのもあれなんで、ちょっと早送りにしていきます。で、この抹茶パフェの抹茶のアイスがとても濃厚で美味しかったですね。で、抹茶の話題からちょっとそれるんですけど、僕は結構語る系の動画が多かったじゃないですか。で、これ客観的に見た時っていうか、自分的に語る動画をずっと出すのもどうなのかなと思って、たまにはこういう日常 Vlog 的な動画も撮っていけたら、もうちょっとYouTube チャンネル全体として面白くなるんじゃないかなと思って、今回この動画を撮ることにしました。僕は2022年、去年の後半ぐらい、夏終わりぐらいから顔出しを始めたんですが、最初はかなり恥ずかしくて、カメラ見てまともに喋れない感じだったんですけど、ある時からインスタとかフェイスブックで顔を載せてるのとあんまり変わんないなっていう風に思って、そこから顔出しに対する抵抗というか、そういうのはなくなっていきましたね。見事顔出しに対する抵抗がなくなったので、2023年はもっとバンバン動画を投稿していこうと思うので、皆さんもしよかったらチャンネル登録の方をお願いいたします。高評価もお願いしたいです。で、僕はこうやって結構顔出ししてるんですけど、職場の人だったり友人とか家族にもバレてないので、結構いい環境で動画作りができているかなと思います。で、家族や友人にバレちゃうと、やっぱ動画を撮る内容も結構選んできてしまうので、自分が撮りたい動画を撮れなくなっちゃうのがちょっと怖いですね。はい、少し遅れてアイスコーヒーがやってきてますね。はい。で、ちょっと動画に戻るんですけど、ストローの長さが明らかにアイスコーヒーのコップの高さに合ってないというか、それをめちゃめちゃ訴えかけてるような動画になってます。今こんな感じです。結構長いですよね。別にだからどうしたって感じなんですけど、コーヒーも飲み終わって今から帰ろうと思います。皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。